爽やかな香りが特徴のグレープフルーツ。外国産が一般的ですが、唐津市では国産のグレープフルーツが栽培されていて、今収穫作業が行われています。唐津市秦地区にある鏡果実農業協同組合が18年ほど前から栽培している国産グレープフルーツ、サガンルビー。佐賀大学農学部が1989年から研究開発、2013年に国内で初めて品種登録されたグレープフルーツです。今年は秋口の高温乾燥もありまして、内容的には美味しく仕上がってます。輸入品と違って国産なので、収穫後の防腐剤もかけてなくて、ちぎって間もなく市場の方に出荷しますので、鮮度を保った形で中で、対応しているのが特徴です。輸入物と比べ倍近い出荷価格となり、組合では5アールほどだった栽培面積を2019年から3倍の15アールに増やし、出荷量もそれまでの2倍の5トンほどになったということです。収穫は今週いっぱいまでで、来月上旬から県内のスーパーなどに並ぶということです。